はい、どうも、皆さんこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっとドローンの、ご紹介をね、したいなと思うんですけど、今回もね、一応メーカーさんの方から、こんなん紹介してみませんかということでお話しいただいたものなんですけど、これじゃん、ちっちゃいミニドローンです。僕ね、ミニドローンっていうのはだいぶ昔に、何個か買った記憶があるんですけど、最近はね、まあ、ドローン自体がちょっとご無沙汰してるっていうのもあるんですけど、久しぶりにね、手に入れた、ミニドローン、ね、になります。で、これね、メーカーさん的には前からねちょちょっとやってる4輪の、ラジコンカー、RC の方を紹介してるメーカーさんと同じなんですけど、あとそのメーカーさんがね、ホーリーストーンとかも取り扱ってるみたいで、なんか多分同じメーカーさんっていうか系列のメーカーさんだと思うんですけど、今回のやつはね、ホーリートン ちょっと分かんないけど読み方ね、ホーリーストーンじゃないんですね、これね。HT20 っていうね、機体になります。箱はね、外箱は、まあ、上何もなくて下こんな感じで、後ろこんな感じ、ピントが、ね、まあ、ちょっと特徴みたいなものがこうちょっと書いてくれてる感じですね。こっちはメーカー名だけね、はい。で、これね、もう実はちょっと開けて、僕部屋の中で飛ばしてみました。どうなのかな、ちょっとね、このミニちっちゃいドローンのなんていうかな、なんていうか昔にちょっと買ったって言ってまして、まあそれが2年くらい前かな、2年か3年かくらいはこのちっちゃいドローンっていうのはブランクが空いてるんで分かんないですけど、すごいね、性能が上がってるなと思いました。面白いそれに障害物の検知センサーなんかもついてて、なんていうかな、本当にね、性能が上がってるなと思いました。飛行時間はね、短いんですけどね、まあ、室内でね遊ぶ分には、十分だと思います。で、とりあえず開封していきますけど、とりあえず箱開けると説明書とか、まあ、なんていうかケーブルとか入ってる分、あとは本体ね、本体がこんな感じです。こんな感じね、これライトがねついててね、このライトが機体がどういう状態かっていうのを検知してます。で、ここへ、これ赤外線かな、その障害物とかのセンサーで、下にもね、ここにセンサーがついてて、一応こう飛行の、高度維持をしてくれます。まあって言っても室内くらいですけど ね。で、後ろが、ここにもセンサーがついてて、ここがバッテリーの搭載するとこです。で、バッテリーもね、どうなのかな、僕昔持ってたやつとか取り付けたりするのが結構ね、なんかめんどくさいっていうか、こう押し込んでコードのこう、うまくねコードを収納するのがなんかめんどくさかったんですけど、これはね結構ね、すぐにパパッとやり替えれる感じになります。でもね、一応バッテリーは3つついてます、もともとね。で、これで1個7分くらい飛びます。だから、21分、飛ばせるんですけど、一応ね、メーカーさんの方では、1個バッテリー飛ばすごとにね、10分くらい、モーターね、やっぱりちょっとお休みさせてあげないとダメだということで、まあ、10分くらいお休みをさせてくださいということです。で、とりあえずね、21分くらい、マックスね、飛ばすことができます。あとはコントローラー、まあ、なんていうか簡単なコントローラーなんですけど、どうなのかな、値段がね、これね4000くらいなんですよ。4000前後くらい、まあ Amazon のリンクもまたね概要欄貼っとくんで見ていただいたらいいと思うんですけど、そのくらいのお値段の機体としてはね、コントローラー結構しっかりね、してます。なんか操作性もほどほどにいい感じですね、はい、こういう感じです。だからこれはね、カメラは搭載してないんで、本当に操縦を楽しむものということになります。で、この説明書とかね、こういうのをちょっとご紹介していきますけど、入ってるもの、説明書、これ日本語対応してます、日本語対応してます。で、紙類とりあえずいきましょう。バッテリーの注意書き、まあ、これは定番ですね。で、充電ケーブル
まあ、USB の充電ケーブルなんですけど、2つ一辺に充電することができます。でね、これね、面白いのが、最初僕ね故障してんのかと思ったんですよ。バッテリーね、まあ普通にここへこう つけますよね。よいしょ、こうやってつけて、まあ、2個一辺につけたらいいんですけど、こうやって2個でも1個でもね、充電する分こうやってつけて、でここにねランプがついてるんですよ。でこれ今モバイルでやりましょうか。よいしょ、今光って光ったら分かりますかね。いきますよ。あ、こっちか、ごめんなさい、反対でした。いきますよ、光って光りましたよね。これね、これね、実はね充電中ランプがつくんじゃないんですよ。充電が完了したら赤いランプがつくみたいね。これ最初ね、だからチカッと光って、あれ充電器潰れてんのかなとかね、まあ、逆にこの今モバイルバッテリーですけど USB の充電のね、充電器との相性が悪いのかなとか、いろいろちょっと、悩んでて、で説明書かな、どっかねしっかり読んでいくとね、書いてありました。充電が完了したら赤いランプが点灯しますっていうね。なんかそう、今までだったら充電してる時に赤いランプがついて、充電し終わったらねランプが消えるっていうのは結構あったんですけどね、まあそういう仕様みたいです。であとはね、まあ備品関係、一応プロペラも4枚ついてますね、前後予備品ね。で交換するためのネジとか工具ということでついてます。で機体自体にプロペラガードはしっかりついてくれてるので、羽もね相当ね何かない限りは傷まないとは思うんですよね。はい、でライトがこう、まあこれあんまり動かす必要があるかっていうことなんですけど、まあちょっとね角度つけてあげると、単に光るだけなんでね、これはねライトですね。はい、こんな感じですね。で説明書の方なんですけど、まあ英語とかこういろんな言語で書いてくれてて、日本語の方もしっかりね対応してくれてます。こんな感じでね、こんな感じですね。でまた今からねちょっとやっていこうと思うんですけど、これ実はね何て言うかな、コントローラーなしでもちょっと遊べるような機能がありましてね、これが結構面白いですね。ちょっととりあえず電池入れていきましょう。なんか手で投げてねブーメランみたいに返ってきたりするモードとかあります。まあ子供とかが遊ぶのにはね、すごくいいんじゃないかなと。大人がやってそこまで楽しめるかどうか、おっとっとっと、ちょっと分かんないですけどね。バッテリーはまあ普通にこうグッと入れてあげて、でコードをね、まあ、コードをね、ここに差し込んであげて、よでケーブルもねこうやってなんか収まりが結構いいちゃんとしたやつなんですよね。でちょっとねなんか戻ってくるやつやりましょうか。カメラ位置ちょっとこれじゃ狭いんで、ちょっとカメラ位置変えます。ではでは、はい、そしたらねちょっとやってみたいと思います。まず電源ボタンね、ここに電源ボタンがちっちゃいから見えないかな、ここに電源ボタンがあります。これをね長押しします。で長押しするとねこういう風に光りますね。でこの状態で、平らなとこに、置きます。うん、そうするとこう ライトが点灯状態になるんですけど、この状態になれば準備 OK ね。で今回ね、さっき言ったブーメランモードをちょっとやってみます。電源ボタンをもう一回長押しします。あ、ごめんなさい長押ししたら電源切れんねん、違いました。はい、でそうそう、ダブルクリックか、チョンチョン、あ、そうするとこういう風に、ピコピコ光りますね。この状態で、あ、もう準備 OK だったかな、これで。これでこっち向きに飛んでいくはずなんで、いきますよ。この状態でポンと、おお、違うとこ行っちゃった。で一回飛ばすとこういう風になるんで、また平らなとこに置いてあげるとこういう状態になります。
いきますよ。よっ。おー、なんでこっち来るんだ。よっ。おー、カメラのいいアングルのとこに行ってくれないな。よっ。あー、落ちた落ちた。ちょっといい感じでいかないですね。いきますよ。あー、向こう行っちゃった。これね、よいしょ、あ、ちょっとおかしくなっちゃったかな。一回電源切りましょうか。長押しで電源を入れて平らなところに、ね、でこれでちょんちょん、さっきまでうまいこと、あー向こう行っちゃった。でこう手で掴む感じですね、ブーメラン。あー、まあ、もうちょっと広いとこでやった方がいいっていうことなんでしょうけど、よっ。あー、ちょっとね、向こうに行きたいなと思って、本当は真上にヒュッとやるとこういって、今向こうに行っちゃいましたけど、真上に上げてあげるんですよね。お、あー行きましたね。こんな感じ。よいしょ。あったあったあった。はい、こんな感じがブーメランモードになりますね。ね、ちょっと一回電源切りましょうか。で、電源を入れて長押しでね、で平らなところに置いて、でこの状態で投げます。でこうするとね、なんか自動飛行モードみたいにブンブン勝手に飛ぶんですよ。今ちょっと向こうの方行っちゃってますけど、おどどどど、向こう行っちゃった。あ、こっち来ましたね。でちょっとうまいこと言ってくれないですけど、よいしょ。でなんか自動飛行モードになって、これも僕よくわからないんですけど、勝手にブンブン飛んでいくんですよ。だから室内じゃないとちょっとダメかもかね。で、ただちょっと今やりますけど、こっち来てくれないかな。手でね、誘導っていうか、フリップができます。おっとっとっと。よいしょ。こうなってて、こう両側、あっとっとっと。はい、失敗ですね。はい、前とね後ろをね、あの手で囲ってあげると、手でね囲ってあげるとね、あのフリップするんですよね。よっ。ああ、今やったんですけどね、この機能がちょっと、まあとりあえずそういう機能があるっていうことです。これコントローラーなしでね、遊ぶモードになります。ちょっと次コントローラーをね、使ってやってみたいと思います。ではでは。はい、そしたらね、今ちょっと電池をとりあえず交換しました。で、次ね、これで、プロポっていうかリモコンの方でね、やっていきたいと思います。まあ、とりあえず長押しで電源を入れます。で、平らなとこに置きます。そうすると点灯状態になりますね。で、プロポの電源を、オンにします。ね、この状態でこちら、左のレバーを上下ね、やるとピーポって言って、あいつと接続ができますね。で、ジャイロのリセット、これね、両方のレバーを斜め左下に
やります。そうするとジャイロのリセットが、かかるんで、これはまあ一応そんなに手間でもないんで毎回やっといた方がいいと思います。で離陸なんですけど、これが、離陸のボタンになります。こっちね、左のボタン。これを押してあげたら離陸をします。ちょっとこっち連れてきましょう。ね。で、基本的に今ちょっと左に流れていってますけど、これのね、調整、最初のね、トリム調整みたいなやつなんですけど、これ左のボタンを奥に押し込みながら、こちらのレバーね、こちらのレバーで今だったら左に行ってたんで、右にやってあげたりとか、そういう風な調整で、なんていうか最初のこのホバリングの状態を調整してあげます。まあこんな感じですね。とりあえずね、ちょっとまあそれでもちょっとなかなかちょっと風があるかな、エアコンの風かな。まあまあまあいいでしょうね。ちょっと一回下ろしましょうか。下ろす時もこれね、こうするとね、着陸します。ちょっとうるさいんでね、さっきボタンの紹介とかをさっきパパッとやってみようと思います。でこいつが離陸ね、さっきにこいつがスピードね、2段階です。速いモードと遅いモードね、で、こいつがねフリップね、でこいつが基本的に一回ポチッと押すと、なんていうかな、こう機体がこう向いてるときは当然これが、左右、左右ね、こういう風になると思うんですけど、これをね、機体が反対向いてこっち向いてるとき、当然これは左やるとこっち行くわけですね、反対になるわけですね、じゃあ右へやると左へ流れるし、左やると右へ流れる。ちょっと初心者の方は分かりにくくなると思うんで、このボタンを一回ポチって押すと、この状態ね、この状態だともう逆になります。だから右へ切れば こいつも、まあ、自分から見て右の方向に、左に こういう状態なんですね。だからこれ逆にこういう風に元に戻した時はもう一回ポチッと押してあげると、同じ、通常のモードになります。そういう風なね、なんか初心者支援モードみたいなやつがついてます。でこいつを長押しすると動作障害物の検知モードになります。僕の感じではね、前の方が結構効きますね。後ろもこれそうだと思うんだけど、後ろの効きはちょっと障害物の検知甘いかなっていう感じです。まあでもなんていうかな、こんなおもちゃみたいなやつにしてみたらね、かなり前の検知はしてくれるような感じがしますね。はい、着陸させる、離陸はねこのボタン1回押して離陸なんですけど、着陸の時はこいつ押して自動着陸させてもいいし、こいつをね左のレバーを下にやって、着陸させて最後までね、プロペラ止まるまで下ボタン下にレバーやってたら着陸してくれますね。はい、ね、はい、じゃあ、とりあえずね、ちょっと一通りのことをやってみたいと思います。よいしょ、はい、ではね、離陸をさせますね。とりあえずまあベタなとこでフリップいきますかね。フリップ、これで右の方へこうやるとね、右へフリップをしてね、左やると左回転ね、こんな感じになります。でスピードのボタンなんですけど、これ今遅いモードです。ちょっと今かなり操作がしにくいですけど、ちょっとカメラ挟んでやってるんで、ね、これ遅いモードです。あ、落ちちゃった。よいしょ、はい、これ速いモードになってますね。
あ、今の遅いモードかな。ちょっとうまくこっちに連れてこれね。ああ、よいしょ。はい、ちょっとね、ちょっと僕がそっち行って飛ばした方がいいか。はい、これ早いモードですね。おっとっとっと、これ早いモードです。遅いモードにするとこのくらい全開で。おっとっとっと、あ、電池がもうないかな。なんかちょっとなんかコードの維持が。でも遅いモードこんな感じです。旋回も緩やかな感じになりますね。はい、もう一回早いモード。早いモードでやると、よいしょ、あーっとっとっと、こんな感じです。はい。あと障害物の検知だけやってみましょうか。ね、障害物の検知、長押しですね。で、こうすると、今カメラの方に向かっていきますけど、このくらいで今止まりましたね。あれ自動です。ね、あー、うん、ちょっと外れましたけど。こんな感じで、一応ね、障害物の検知モードもあります。結構ね、なんか敏感に反応してくれますよ。まあ、このくらいでもいかなくなっちゃってますね。あっとっと。あっとっとっと。ちょっともう電池がない。あー、電池がないですね。電池がないです。はい。ということで、はい。いかがでしたでしょうか。電池なくなってくるとね、もう今みたいにちょっと飛行が不安定になってきたりしますけど、全体的にとてもね、室内でも安定した飛行が、できる、機体じゃないかなと思います。結構ね面白いです。ちょっと今うまくできてなかったかもしれないですけど、ちょっとカメラ移動します。はい、どうも。なんかちょっとグダグダな感じの動画になってますけど、大丈夫でしょうかね。まあリアルな感じでね、まあ室内で飛行させた感じはね、お届けできたんじゃないかなと思います。今バンバンちょっとね、壁とかにもぶつけて、墜落もしてますけど、やっぱりプロペラガードがしっかりしたのがついてるんで、本当にね、ちゃんとしてるんですよ。こう上もね、下の方もこういう風にガードしてくれてるんで、まあ、そんなね、もともとスピードも出ないですけど、ある程度バンバンぶつけてもね、まあそのテレビとかなんかそういうもの自体にも、何もこうね、傷を負わしたりすることもまああまりない、あまりですよ、あまりないと思いますし、機体自体が壊れることもあまりないということだと思いますね。なかなか楽しい。このプロペラガードは外すことはできないですね。もうそうです、つけたまんましか無理ですね、これ多分ね、構造的に。はい、で、今見ていただいた通り、なんていうかな、まあ手でね、こうプロポなしで遊ぶっていうのも使うとしたらね、やっぱブーメランモード、あれをなんかこうやってあげる、子供と遊ぶとかいうのはいいかなと思います。あれね、戻ってきた時にちゃんと取ってあげないとそのままブーンといっちゃうんでね。だから、あと自動飛行モード、まあ、これプロポ使わないですね、勝手に飛んでいくやつも、あれもね、室外でやったらダメですね。勝手にどっか行っちゃうと思うんで、だから必ず自動飛行モードはね、室内で やらないといけないと思います。これ書いてんのかな、説明書に。もしかしたらどっか書いてるかも分かんないですけど、細かいとこまで読んでないけど、自動飛行モードの、説明のところには書いてなかったと思うんですよ。室内しかダメですよみたいなやつは、うん、ないですね。はい、だからまあ自動飛行モードは僕のおすすめはもう室内でやってくださいということです。で室
外でもね多分いけると思うんですよ。風があのない日とかだったら飛ばせると思うんですけど、やっぱりバッテリーの持ちはねそんなに長くないのと、どうしてもやっぱりプロペラとかモーターの出力も弱いんで、あんまり遠くにはね、絶対やらないようになくなっちゃうんでね、ということです。で多分室外でも無風の時だったらちょっと遊ぶくらいはできると思いますね。なんかイメージっていうか感じ的にね、基本室内ですけどね、はい。でやっぱり面白いなと思ったのはこれですね、初心者支援モード、この、操作が真逆にね、ワンボタンで鳴るっていうのはね、まあ練習にならない感じもするんですけどねまあ面白いっていうかいいんじゃないかなと思います。あとは操作性がね非常にいいです。なんかこうちゃんと思った方向にねドローンが飛んでってくれるっていう感じがします。この機体結構この手のちょっとすいはいすいませんなんかむせちゃいましたね。はい。で、この手のドローンってちっちゃいドローンって結構ねなんかこうホバリング自体が安定しないっていうかね、そういうのもあったりとか結構フラフラしちゃうみたいなねがあるんですけど、だけどそういうのはないですね。で一応高度のこのセンサーもついてるんでホバリング自体もある程度ですよ安定してるんで、非常に楽しい、楽しく遊べる機体だと思います。これでね4000円くらいの値段っていうのはすごいなと思うんですけどね。はい、バッテリー3つもついてますしね、はい。ということで、今日はね、ホリートンの HT20 という機体のご紹介でした。ね、またいろんなね、機体ドローンの方も、まあ、ちょこちょこご紹介ができればねしていきたいなと思いますし、まあ、その他もろもろガジェット関係もね、やっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。